ご覧の皆様、こんにちは。シーノ代表の篠崎です。あなたも180度開脚ができるようになるストレッチをやっていきたいと思います。前後180度開くようになるために柔らかくなければいけない筋肉は、お尻の筋肉、太ももの裏側、ハムストリングス、それから股関節の柔らかさ、この主に3つとなります。ではこの3つをまずやっていきますが、お尻がすごく大事なのと、ハムストリングス、ここがすごく大事な感じがしています。ですのでまずお尻から伸ばしていきたいと思います。まずはじめ、こんな感じで普通に座っていただいて、膝を立てて座ります。関東では体育座りと言います。右足を左足に乗せます。このまま寝ていって、こちらの左足の下、もしくは膝の前を掴んでいただき、このまま寝ます。30秒スタート。ゆっくり呼吸しましょう。吐いた時に少し近づけるようなイメージでお願いします。はい、反対いきます。必ずバランスが左右で違うと思います。硬い方を重点的にお願いいたします。はい、次は片方の足をこのように持ってきていただいて、まっすぐ前に両手で足をつかみます。これはハムストリングスのストレッチになります。スタート。こうならないように、なるべく目が膝にくっつくようなイメージでやってみましょう。終了。今度反対いきます。スタート。これも必ずどちらか硬い方がありますので、硬い方を中心にしっかりお願いします。ちなみに僕は右足の方が非常に硬いですね。はい、終了。次は股関節の開きを柔らかくしていきます。膝を90度くらいにこんな感じで開きます。そしてやっちゃいけないのは、この足よりも膝が前に出てしまう。そうすると膝を痛めやすいということなので、後ろにこの膝を持っていくような感じで股関節を開いていきます。自分ができる範囲で結構です。背筋はピンと伸ばした状態で少しずつ後ろ、少しずつ後ろ、少しずつ後ろ。もうこれきついよっていうところ、両手をつければ両手をついてください。両手がつけない方は片手でも大丈夫です。少し前に倒して、この状態で少しですね、軽く上下に動かしてください。30秒いきます。スタート。この辺に張りを感じるはずです。はい、終了。さらにこっち側に手を置いて、いける方は肘もつけてください。30秒いきます。スタート。あまり無理しない方がいいんですけれども、多少ですね、ちょっと痛いなっていうところまで負荷をかけないと、なかなかですね、180度開脚ができるようにはなりません。でもあまり無理すると痛めてしまうので、できる範囲で結構です。はい、反対に行きます。スタート。その時に少しこう前後に体を揺すってあげると柔らかくなりそうな感じがします。ただこういうふうに、グイグイやってはダメです。はい、同じようにこちら側に手を持ってきて、もし肘がつけるようであれば肘をつきます。30秒いきます。はい、終了。僕もですね、右足が前に来ると非常に結構きついですね。やはり左右のバランスは結構皆さん違うと思います。膝立ちをしていただいて、片方の足を前にまっすぐ出します。この状態で膝を曲げないように胸を膝に近づけていきます。最初にやったストレッチと同じストレッチなんですけども、より負荷がかかります。こんな感じです。その時に体がこうねじれたりしないような感じの方がいいんですけども、あくまでもハムストリングのストレッチになるので、自分がですね、一番そこに負荷がかかる角度があれば、その角度に持ってきてあげてストレッチをした方が効果的です。30秒いきます。スタート。はい、反対いきます。30秒スタート。くまでも伸びてるのはもも裏の筋肉になります。はい、終了。立ち上がっていただいて少しこのくらいでいいんですけども、膝を伸ばして開きます。この状態で先ほどと同じことをやります。胸を膝に近づける、下に手がつける方はついてください。30秒いきます。スタート。これもあくまでここのハムストリングスのストレッチになるので、ここに負荷が感じられるような角度や、姿勢でお願いします。もし膝が曲がっちゃうよって方は少し押さえてあげてもいいと思います。はい、反対いきます。30秒。僕はこっちの方がね非常に硬いんですよね。右の方ですね。右のお尻からこのハムストリングスにかけてがかなり硬いですね。結構余裕がないです。痛いです。はい、終了。ではいよいよ開いていきたいと思います。少しずつですね、無理のない程度に足をこう広げていくんですけども、まだつま先は立てたままで大丈夫です。なるべく開いていきます。手をついて姿勢をまず前、こんな感じですね。膝は多少曲がっててもいいと思います。30秒いきます。少し前後に軽く揺すってあげてもいいと思います。はい、反対いきます。30秒。やはりね、僕は右足のこの辺が僕の場合は非常に左に比べて硬いです。はい、終了です。次はこちらの後ろの方のこの股関節の方を伸ばしていきたいと思うんですけれども、膝を折って足を後ろにピーンと伸ばして、つま先も向こうに伸ばします。そしてここからですね、この上に乗っかっていただいて、なるべく体を起こしていきます。ここにかなり負担がかかるんですけども、少しずつこう揺れたりとかしながら、一番ここが伸びる感じのところを探して緩やかに動いてください。30秒。スタート。反対いきます。スタート。はい、終了です。では、いよいよ開脚に行きたいと思います。最初はこのように椅子が2つあるとすごくやりやすくて安全だと思います。ここにですね、手を置きまして前後に開いていきます。つま先もここに伸ばしていって、こんな感じですね。ここから膝を伸ばします。静かに下げていきますね。きつくなったら上がってください。本当は膝がつかない方がいいんですけども、膝をついてしまっても大丈夫です。こんな感じですね。ここでしっかり前後に触れながら、自分の限界を少しずつ超えていってください。毎日やれば絶対にこの角度が変わってきます。はい、反対いきます。同じように膝を伸ばして、このまますーっと落ちていきますね。膝がついてしまっても大丈夫です。このままゆっくり軽く入れてください。毎日毎日毎日続けることです。お風呂上がりに。はい、終了です。今のストレッチを毎日毎日少しずつやっていければ、必ず180度開けるようになると思います。僕ももうちょっとです。お互いに頑張りましょう。3、2、1、9。最後までご視聴ありがとうございました。動画良いと思ったら高評価のグッドマーク、そしてチャンネル登録を